だー健康オタクのモーニングルーティーン。乾杯。よし、顔洗ってきました。顔洗ってからの とりあえずアベノウォーター。着替えます。コンタクト、オラー、キリッとしていきますか。とりあえずハトムギ化粧水を塗ってくります。塗り終わったら日焼け止め、ニベアのスーパーウォータージェル、こんな感じ。ベタつかなくておすすめ。日焼け止めは2種類。こちらがビオレ UV アクアリッチのトーンアップです。目元のメイクだけしちゃいたいと思います。目元メイク OK。 髪セットしていきますか。髪をセットしていきますか。寝癖直し。ヘアオイル。一旦櫛を挟みます。オールバックからのワックスにトリートメントを混ぜてつけます。
アイロン。めちゃめちゃくせ毛。ビフォーアフターマシになったんではないでしょうか。朝ごはんを食べれば朝の準備完了です。ちょっとメイクもします。ストレッチします。めちゃめちゃいい天気ですね。この後朝ごはんを食べて TikTok ライブしたいと思います。北海道は桜の季節なのでお散歩お花見配信です。朝ごはん豆腐いただきます。ごま油とクレイジーソルトかけてます。いつもの味でなまらない。卵と米、いや本当は卵2個使いたいんですが、最近卵が高くて1個で我慢したいと思います。いただきます。お米はもち麦入りです。最近は朝にサプリメント飲んでます。食後のコーヒー、モーニングルーティーンか。天気良好ってことで今から TikTok ライブ配信したいと思います。TikTok ライブですね、配信。ちょっと北海道は今桜が咲いてるってことでお花見配信ですね。お花見配信していきたいと思います。世界一爽やかな朝配信ということでお送りしていきますよ。ぜひ見に来てくださいね。世界一爽やかな朝配信やっていきましょう。天気いい。配信終わりました。いつも配信終わった後についでに帰り
買い物してるので、移動手段が歩きっていうのも健康にいいですよね。健康オタク加藤でした。ご視聴ありがとうございました。